男女問題研究家の山崎セミコです。本日の恋愛大学のテーマは飽きられない魅力的な女性になる件でお勉強していきたいと思います。本日は大阪収録、黒姫ちゃんです。恋愛大学助手の黒姫です。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。先生、今回の相談なんですけれども、はい、ゆかさん32歳の方からです。はい、私は2ヶ月前から今の彼氏と交際しているのですが、はい、最近なんとなくしっくりこず、もしかしてお別れが近いかもと思うのですが、こんなことをすると飽きられてしまうとか別れたいと思われてしまうというような言動はありますか、ということなんですけれども。そうですよね、これで、ね、あります。あるんですか？あります、あります。これね、すぐにね、別れを決意しないですけれど、はい、まず最初にやっぱりね、なんか嫌だなとか、なんかそういうところを我慢しながら、はい、まあ最終的にはお別れを決定していくんですけど、ここで皆さんね、気をつけていただきたいいくつかのことをお話ししたいと思います。はい、これをまずね、はい、1、はい、おせっかいすぎる、お世話焼きすぎるっていう、これね、これあんまりお世話しすぎるといつも私言ってるんですけど、男性からしたらね、めんどくさいものの人になってくるのね、これ。なんか結構お母さんみたいに感じちゃうっていうのは聞きますよね。めんどくさくなってくるから、まずはそういうこうめんどくさく思われないように、おせっかい、はじめは世話好きっていう風なところで止まってたらいいんですけど、はい、そこがねエスカレートしたら、なんかおせっかいで人の家に掃除しに来るとか、お料理作ってあげるよとか、でお弁当作ってあげるよとか言ったら、なんとなくこう、そうやね、家庭的な雰囲気を醸し出してるんでしょうけれど、はい、まあ彼からしたら、相手からしたら、友人とランチに行きたいとか、同僚と一緒にご飯食べたいと思ってても、彼女のお弁当とか手作りがっていう、まあ、結婚してない人やで、そこはね、それ以上こう世話好きっていうことをしなくてもいいんじゃないかなっていうふうに思います。そうですね、はい、でまず、2番目、ここはね大事なポイントじゃないかな、はい、必要以上に連絡を取ってくる人。ああ、結構あれですよね、そこって迷惑だなって思っちゃいますよね。これね、自分が連絡を取りたいからと思って、好きだから嬉しさマックスになって連絡したいのは分かるんですけど、はいはい、基本ね男性は面倒くさがりなんですね、これ。そうですよね。だから最初はまあ頑張って合わせてて、まあ LINE もそうですよね、やってるけど、あまりね頻繁に連絡をされると困ってきます。そうですね。面倒くさいなーっていうふうに思ってきますから、これもね加減が大事ですよね。はい。だからこの加減で、例えば相手が LINE した時、まあ LINE を入れた時に、はい、既読がいつついたとか。で、まあ、読んでるのに既読でスルーされてる時間がどれぐらいあるか。はい、例えば、LINE を送って、そうですよね、3、4時間返事が来なかった場合で忙しいんだなって判断して、はい、追い LINE とかするのをやめときましょう。そうですね。うん、で、あと、3つ目。はい。これもね、重たくなるんですけど、はい、自分のこと好きかってね、しょっちゅう確認する人。ああ、その伝えてくれないとわからないみたいな感じですね。そう、確かにね、愛情を持っていたら、それを聞きたい気持ちわかるんですよ。はい、口に出して言わないとわからないっていう人もいてるんですけど、そうですね。1回、2回ね、言ってもらったらね、まあ十分だと思って頻繁に聞いてはダメです、これ。はい、なぜか言ったら、まあ、不安が強すぎる人。はい、あと、過去のトラウマとかね。あ、浮気されたことがある人とか、そういうのは自信がないから、自分のこと好きかってことを聞きたいとは思いますけれど、はい、あんまりしつこく聞かない方がいいね、これは。そうですね、ちょっと重荷になっちゃいますね。うん、重荷になります。これもね、だんだん彼女のことが、自分のことが好きかどうか、はい、その相手に聞く段階で自分の方が追いかけてるわけね。あ相手のことをね、確かに、うん、だ立場が弱くなってると思ってください。はい、ここはね、本当に好きか聞くっていうのは安心したいですけど、逆効果になります。そうですね、逆効果になります。うん、それとあと、4つ目、はい、気分屋の性格。あ、うん、まあわがままいっぱいで、まあ、自己中心的で、はい、膨れたり怒ったりっていう、最初のうちはね相手も機嫌取ってくれます。はい、お友達でもいません？そういう同性でもなんかすぐこう膨れたりとか。あ、いますね。で、最初はやっぱり
その機嫌取りますよね、ごめん、はい、そんな、うん、冗談やんかとか言って、はい、機嫌は取るけれど、だんだんね、あの恋心っぽい人とかには疲れてくるよね。そうですね、だからあのご機嫌取りに疲れてくるんで、もうめんどくさっていうふうに、まあ、思われるわけなんですね、はい、うん、それとあと5つ目、はい、これはね、束縛が強い人。あー、これは本当にその価値観の違いとかっていうのも言われますよね。そうそうそう、これね、あの相手を信頼していないのかなと思われる、本当に心配してね、あの夜ずれに行きました、例えば朝早く一人で長時間の運転をして仕事に行くとか言うんだったら、あの大丈夫とかいうのは聞いてもいいんだけど、はい、誰と飲みに行ってるかとか聞くのも大事ですけど、まあまあおったらかしぐらいでもちょうどいいっていう感じですね。そうです、あまりしつこいとちょっと窮屈に感じちゃいますよね、うん、そうなんですよ。 で恋愛初心者マークの人はね、はい、その最初は嬉しいからね、結構行き過ぎちゃうんです。ここちょっと気をつけていただきたいのが、はい、恋愛が、まあ、初心者で彼氏ができました、彼女ができましたって言ったら、すっごく嬉しいから、はい、LINE を入れてみたり、うん、ね、もう好きだ好きだっていう相手にね、あの分かるように言ってみたりしたら、どちらかがね、やっぱりボルテージ必ず下がってきた時に、はい、まあ、分かるのかなって下がってきた方が思うので、うん、ここはね、初心者の方もブレーキをかけながら進めていかないとダメやね、これは。そうですね、うん、結構なんかあれですよね、良かれと思ってやってるのがちょっと逆効果みたいなところはありますね。それは言えますね。で、やっぱり疲れるとかめんどくさいなって思う場面っていうのがね、はっきり言って、これね、あの男女ともになんですけど、はい、男の人も最近よく泣くよね。あ、確かに泣くの。だからすぐ泣く人ね、はい、うん、これはもう女の人も男の人もダメです。そしてね、あとあの終わらないライン、誰がね、あのだらだら長いタイプっていうのも、これね本当にね面倒くさいので、はい、簡潔にするっていうのも大切なポイントですよね。そうですね、うん、そこを頭に入れていれば、あの捨てられない、開けられない関係があのできると思うんですけど、はい、でも最終的にポイントとしたらね、はい、本来ならそんな駆け引きをしなくても、はい、仲良くできる相手と巡り合うのが一番いいんですけどね。確かに相性もやっぱりある部分はありますね、うん、はい、そういうことなんですよね。何か聞きたいこと、黒嫁ちゃんは。そうですね、なんか例えば、はい、その今って結構積もり積もってみたいな感じですけど、はい、なんか一発 NG みたいな、もうこれしたらあかんみたいな一発 NG めっちゃ難しいこと結構ね。ありますかね、一発 NG、 飽きられる、捨てられる。ああそうね、あの仕事と私どっちが大事とか、ああ究極の、うん、その優先順位を決めれないことに関して、はい、これね、あの意外にね今でも言う人いてるの。あ、そうなんですね、うん、あれ言っちゃいけない言葉ってみんな分かってると思うんですけど、はい、例えば本当に彼氏が忙しい時に会えないので我慢してて、はい、やっと、来週デートができる、あ、例えばウキウキするよね、はい、あのお洋服を選んだりとして待ってるのに、はい、ドタキャンになった場合って言ったらね、我慢限界でね、ぶち切れるのね。その時に泣いたり、私のことはどうでもいいのとか、仕事の方が大事やねんねって言いやすいのね。はい、だから、本当に彼が忙しい時とかは、あの、ほったらかしぐらいでちょうどいいんじゃないかなと思います。そうですね。ちょっと気をつけていきたいところですね。気をつけてください。ということで、本日の恋愛大学終了します。ありがとうございました。ありがとうございました。